今回は美味しい鶏から揚げを作ります。唐揚げの漬けだれを作ります。醤油大さじ3、酒大さじ1、みりん大さじ1、塩ひとつまみ、おろしにんにく大さじ半分、おろし生姜大さじ1です。卵1個と片栗粉大さじ3を後で加えるので用意しておきましょう。ぐるぐるかき混ぜます。鶏もも肉を使います。筋を切ります。硬く食べにくかったりするので筋を切ります。肉の中の白い筋を包丁の元の方で叩くように切ります。食べやすい大きさに切り分けます。切った鶏肉をタレに絡めて1時間くらい漬けます。卵1個かき混ぜます。片栗粉大さじ3と卵1個を鶏肉に加えます。よくかき混ぜます。油で揚げます。油の温度は150度から160度くらいです。動画のようにこうして唐揚げ衣を油に落としてゆっくり浮き上がってくるくらいの温度です。揚げ物としては低温でじっくり時間をかけて揚げます。これがだいたい10分経ったところです。唐揚げが浮き上がってきて泡がほぼない状態です。仕上げに180度くらいまで油の温度を上げて外側をカリッとさせます。外側がカリッとしてきたら油から出します。揚げすぎて焦げないように注意します。レモンを切ります。こんな感じで串型に切ったら中心の筋を切り取ります。種を取り出します。ちょっと切り込みを入れます。
こうするとレモンの汁が飛び散りにくく、種を気にすることもありません。自作の器に入れてみます。平たいお皿ではないので、かっこよく立体的に盛り付けができるかな。ではレモンをかけてみます。汁が飛び散らないと思うんだけどな。よしよし、ではいただきます。うむうむ、皮がカリッとして中はジューシー、卵が入ってるので全体的にソフトな感じかな。美味しい。ではまた会いましょう。